スバルスバルは、米国で開幕した、ニューヨークモーターショー2018で、初公開した、新型、フォレスターに、最新のコネクティビティを採用すると発表した。新型フォレスターの特徴の一つが、充実した最新のコネクティビティ。Wi-Fi ホットスポットや、 リモートエンジンスタートなど、機能を大幅に進化させたテレマティクスシステムを搭載する。また、新型フォレスターには、8インチ化されたナビゲーションを設定し、最新のインフォテインメントシステムを採用。アップルのカープラやグーグルの アンドロイドオートの利用を可能とするなど、コネクティビティが強化された。さらに、前席に加え、後席用に、最大 2.1A 出力の充電 USB ポートを装備。きめ細やかな空調設定ができ、乗員数に応じた。 空調作動が可能な空調をはみ、ヒューマンマシンインターフェースを、スバル社で、初採用し。